どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って、今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。日銀会合があった、今日31日なんですが、前日夜のリーク通り、YCC 再柔軟化という、苦しい施策で緩和継続ということで、市場は懸念後退を交換した動きとなっています。ナイトでね、31,250 円ぐらいを抜けてきています。そこで今回は、日銀通貨でチャートがどう変わったか、そして戻ってきたんですが、じゃあ戻りどこまでっていうところを中心に見ていこうかなと思っています。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速11月1日日経225オプション考察始めていきましょう。はい、それでは10月31日の相場概況からですが、日経平均 38,858 円ということで、161円高、プラス 0.53%、トピックス 2253.72、プラス 22.48、プラス 1.01% ということで、大きく NT ショートですね、今日は、トピックスの方が 1%、日経平均は 0.5% しか上昇していません。やはりね、今日の日銀の緩和政策を受けて、銀行、金融株が高いという流れだと思います。マザーズ 648.36、プラス 7.42 で、プラス 1.16%。次に売買代金ですが、さすがに今日は、月末のリバランス分と、あとはね、日銀が終わってというところだと思います。プライムが4兆6793億円。昨日の、リバランス5兆円超えに続いて大きな出来高ですね。ただ、スタンダードとグロースを見ると、基本は換算の形かなと。スタンダードは921億円、グロースは785億円にとどまっています。次に、恐怖指数ですね。アメリカのVIX 19.24 です。昨日 20.81 ぐらいからですから、昨日ある程度ニューヨークが落ち着いた、1.1% とか 1.15% 反発したということで、VIX はだいぶ落ち着いてきました。そして日経平均 VI も、今日は161円高プラス懸念の日銀を通過したということで、マイナス 1.63、22.03 まで、こちらも大きく下がってきています。はい、今日は新たなお知らせです。サブチャンネルの株式投資ラボメンバーシップを開設するというお知らせですね。はい、また有料のね、サービスかよと、お思いかもしれませんが、すいません。こちらはですね、ちょっと YouTube さんの方からね、かなり、プッシュしていただいて、成長しているサブチャンネルでぜひという形で、よくしていただいてるんでね、いろいろ相談乗っていただいたり、そういうこともあって、解説しようかなということと、基本は、ボイシーのプレミアムの、YouTube 版ということですね。今、ボイシーと株式投資ラボは、同じ内容の、ラジオ版と動画版みたいな形でやっていて、通常放送は今平日ね、どちらでも配信、両方同じ内容を配信しておりますが、プレミアムはボイシーだけあって、この内容をカブラボのメンバーシップとしてやっていこうと。ボイシーのプレミアムにね、入ってくださってる方から、やはりチャートの作り方とか、ラジオプラス、スクリーンショットだけだとね、難しいというお声も結構いただいていたので、じゃあ動画にすることで分かりやすくなるんじゃないかなということですね。そういう方は、ボイシーのプレミアムではなくて、今度から始まる、11月1日からですけどね、今、準備中です、まだ。はい、こちらのメンバーシップ検討してみてください。はい、で、ちょっとね、この株式投資ラボでメンバーシップ始まったら、今のオプラボのメンバーシップが縮小化するんじゃないのみたいなちょっと心配もあるかもしれませんが、うちはね、今まで3年間一切値上げとか、縮小みたいなことやってきてないので、基本変わりません。で、これは当面ね、今はまだオプラボが圧倒的にメインチャンネルで、株ラボはサブですから、今まで通りですが、未来を見据えたときに、やっぱりオプラボはもっとオプション成分を高めたいというのと、これ今いろいろ調整中なんですが、うまくいけば年内にもアメリカの個別株オプションのコンテンツも増やそうと思っています。一方で、こちらはね、株式トレードの初心者とか、あとトレーディングビューを使ってテクニカル分析をやりたい。そしてオプションはちょっとやるつもりないんだよなっていう方もやっぱり結構いらっしゃるので、そういった方の受け皿になるように少しずつね、1年先、2年先ぐらいに分けていこうかな。そしてこの株ラボをメインにやってる人も、オプションをうまく個別株のヘッジに覚えていただきたいなというところで、これね、2つ同じように頑張っていこうかなと思っています。で、これ明日またちょっと詳しくお話ししますが、13日までにメンバーになっていただくということで、一応ね、株ラボ、価格自体はオプラボと同じですが、プレミアムね、今回ベーシックっていう290円のプランも用意して、初月はなんとプレミアムと同じ、動画8本から10本、ボイシーは1000円でやってますけれども、これが同じものが、今月だけ290円で、お試し価格というやつですね。なので、ちょっと本当に、14日以降はこれ発動しないので、明日始まったらね、ちょっとチェックをしてみてください。明日もう少し詳しい動画別途作るので、そちらでどんなサービスか検討してみてください。で、初月からプレミアムに来ていただいた方には、配当狙い型でね、ノートで販売しているやつの特別 PDF 版。買っていただいた方と差別化するために、一部コンテンツが間引かれてますが、基本的な内容は、販売しているものと同じものですね。1780円で販売しているノートマガジンが、11月13日までに入っていただくと特典として入っていくみたいな今準備をしてますので、興味のある方、まだ、今日の時点では、始まってないんでね。明日11月1日の午後にはご案内できると思います。興味のある方、ぜひチェックしてみてください。それではチャートを見ていきます。まず日経平均の日足ですね。3858円。本当に綺麗にこの3526円っていうのが投資の日、10月4日の終値安値のラインなんですが、1234と、今日というか、そうですね、朝、こちらは現物のチャートですから、安値3552円までは突っ込んだということですね。で、ピンクのところが 200EMA なんですが、ここ一旦下で割ったんですが、終値抜けてきました。だいたい753円のところなので、3858円ということで、ここも抜けて現物終えています。この 200EMA をね、2回割って、いたんですが、で、日銀というところでちょっと心配したんですけれども、通過してしっかりと上、まだ5日線は越えられてないんですが、この後出てくるナイトセッションで急進してますからね。いずれにしても、一旦ここ割らなかった、4回叩いて割らなかったので、ここから少し反発してくれるかなと。で、今日の本題、戻りはどこまで、これはもうずっと言ってますが、25日ぐらいまでだと思っています。と、今、31,496 円ですよね。もうちょっと日柄経てば下がってくるんですが、ざっくり節目の 31,500 円。で、これナイトで収録してる22時前ぐらいかな、32,300 円まで、ちらっと見ました。収録してる間にまた上がってるか下がってるかちょっとわかりませんが、32,300 円もいってんだっていうところまでは確認してるので、31,500 円まで来る、に対してはかなり戻ってきてるんですね。ということで、先物が今こんなチャートです。この時20時53分は 31,250 円でした。で、この後 31,300 円になったところは見たんですが、さらにそこから上に行ってるかどうかはちょっとまだごめんなさい、わかりません。頑張って収録しております。で、いずれにしてもですね、先物も200日線を上でキープ。で、これ、急騰、今のところね、崩れなければ、ナイトに入って急進してきているので、5日線が上向きに変わってきています。つまり、名実ともに短いチャートもね、上昇の 5MA クロスに入ってますから、こんだけ上がってるんですが、下からだと800円ぐらい上がってるのかな。なので、こんだけ上がったらね、というとこなんですが、結果的には日銀を通過して安値からはまた800円ぐらい今のところね、上がってきているという状況になっています。ただし、今のところ私はまだこれ、中期長期はまだ下落ですから、戻っても戻り売り25日移動平均線までという形では考えているので、この辺で揉み合ったら、コールを打っても面白いかもしれないし、この辺を抜けていくんだったら、少しね、コール売ってしまったら、すぐにケアするなり、少し買いを入れてヘッジするなりね、なんかしないといけないんですが、ここ抜けたらもう一回考えるというところで、当面、少なくとも11月切りは 31,500 円ぐらいまでで、ただ SQ のところでちょっと上に行ったりするかもしれませんが、私はこの辺までかなという感じでは今のところ見ています。トリプルクロスもこんな感じですね。31,260 円ですが、急進してきているので赤に変わっています。もちろんこれはもうすでに11月1日、日の足ですから、水曜日の15時10分、15分かな、までに、この状態、赤い状態だったらロングですけど、まあちょっと上がりすぎてるんでね。はい。ということで、まあ一旦は下げ止まって、オレンジで止まって今日これ赤になってますから、今度はこういう時の状況と同じですね。どこまで上がるか分かりませんが、一旦戻りロングという目先ね、はい、そういうチャートになっています。そして新型MacDもこれだけ上がってきて5日線が上向きに変わってくると、まあ結構大きな、陽線ですね。新型MacD 1.0 が陽転してきています。もちろんこれもここで終わればですが、新型MacD の場合はこうやって陽転したところからロングを入れても、まあ最悪崩れてきたら損切りすればいいという形で、もうね、5日線を超えたあたりでロングポジションを入れていく。まあ3万1000円を抜けたあたりでロングポジションを入れていくと、まあ一旦今のところはね、200円、250円報われてるが、まあこれニューヨーク22時半以降どうなるか、まだまだちょっと不透明かなと。ただこの後出てきますが、ニューヨークも今のところしっかりと下げ止まってるんですよね。はい。ですからまあ今日はヘッドラインが FOMC 直前ということになってきますが、どういうふうにね、動くのかというところで、まあ FOMC の直前で戻ってきてるので、まあ変なね、要人発言ももう今ありませんから、まあ、そういう意味では、割と明日の夜中までは底堅いんじゃないかなという気もしていたりします。中期の TMA は5日線を割って、超えてね。で、この白い TMA ラインにあと少しというところになってきているので、まあ一旦ね、ただまだ5日線が TMA 超えるまでは先があるので、売ったところ、まあそろそろこれ、ショートを利確というポイントに近づいてますが、白い線まだ下向きですから、中期は下落のままと。長期ももちろん下落のままなんで、やはり戻っても戻り売りという状況で見ておくべきかなと思っています。さあ、ここからアメリカの金利ですけれども、直近ですね、20時57分、また少し下がってきています。下がって上がって下がって上がってなんですが、上値切り下げてきていて、21時付近 4.82 まで下がってきています。まあ、昨日 4.9 とかで、その前 4.95 とかだったので、まあ、今日のね、4.82 まで今、下がってきてるっていうのは、まあ、少し安心感があるかなと。はい。で、期待インフレ率もまたちょっと下をじりっと上がってきてるので、名目下がって期待インフレ率上がってるので、実質金利ちょっと落ち着いてきてますが、まあ、いずれにしても金利が少し、まあそれでも 4.82 あるんですけど、それでもね、ちょっとここ1週間、2週間、さすがにちょっと上値更新というところではない。25日を割るところまでは行ってないんですけどっていうところなので、こうなってくると少し、今日ニューヨークなんかも 0.5% とか 0.3% とかね、昨日 1.1% 上がって、さらに今日もそれぐらい戻してるので、今のところ金利が少し落ち着いてるかなという感じです。とはいえ、今日は YCC 最柔軟化というところで、まあ 1% を1.5% にするみたいな、明確な目処の引き上げではなくてですね、1% は買えないんだけれども、目処と、1% を超えたからすぐに抑え込む、ね、差し値オペするよみたいなことはしないと。1% 超えても容認する場合もあるけど、バッとオペをね、はい、することもあるよという、ちょっとよくわからない形でふわっとしてきたんですが、まあそのあたりは今日の株ラボ、また動画概要欄に貼っとくんでね、今日の株ラボ動画を詳しく見ていただければと思いますが、まあ、いずれにしても、ドル円、上田さんの会見終わったあたりから急進してきていてですね、20時58分150円74銭に来ていて、高値は77銭かな。はい。結構、20銭、30銭ぐらいで夕方うろうろしてたんですが、150円のこの辺かな。まあ、下からぐーっと上がって、もう151円を伺いに来てる。まあ、目先つけた高値、ヒゲの高値も、もう抜いてくるような今位置に来ていますから、まあ、そうなるとまた、介入がどうなのかというところですね。まあ、ただ、一旦円安の方に為替は動いているという状況ですから、まあ、これだけ見れば日経平均の先物にとっては底堅い一つのまた要因でもあるんですが、今度介入でね、もしくは介入来るんじゃないかでなんか変にアルゴが反応して、またストーンと売られると、日経平均の先物もストーンと100円、150円。今値動き荒いですからね、為替の動きを見てストーンと下がることはあるので、まだまだ安心はできないかなという気がします。そして今日はトピックスが大きく上がってと、まあ当然ね、金利が上がるということですから、銀行金融系がドーンと上がって、日経平均の2倍ぐらいトピックスが上がったことで、今日も、ここ昨日、ここは今日の足ですね。で、ここナイトに入ってからなんですが、ナイトに入ってからもさらに少しだけ NT 倍率は下に行ってる。つまり今株上がってるんですけど、トピックス先物の方がやや上昇が強いんですね。はい、NT 倍率大作戦もここでショートして、今、結構、利益が出てます、ショートがね。残念ながらロングしてここで取れたのはいいんですけど、あんまり戻らないまますぐにショートしてきたので、そんなにね、値幅が、どうせならもうちょっと戻ってから落ちてくれればいいんですが、というところで、いずれにしてもでもここで、もうすでに1枚1枚でも4万円以上利益出てるんじゃないですかね。はい。こちら NT 倍率やってらっしゃる方は引き続き、まだこれ NT ショートですからね。全然持ったままで大丈夫だと思います。はい。そしてこちら日本の金利21時半現在ですが、動いてんのかな。はい。0.956 ということで、ね、日銀の会合の後、1% では目処だよと。はい。もう抑えつけないよっていうところもあって、窓を開けて上昇。いよいよ 1% のところまで突っかけられてるということですね。これはどこまでやんのかっていうところはあって、目処にした後ね、どの辺で差し値オペ入れてくるのかっていうのをちょっと様子伺いの今上昇かなという気もしますが、いずれにしても日本の金利もぐんぐん上がってきているという形になってます。ということで、日本特有の理由で今日は一旦ね、日銀通過して、なんだかんだごちゃごちゃ最柔軟化とかやってますが、基本路線はまだ緩和だというメッセージを出してますから、それを受けて、やれやれということで、底値から800円ぐらい今ね、先物も戻しているという、また前回と同じような流れにはなってるんですが、じゃあアメリカどうかというと、昨日アメリカも、CFD、S&P とか 1.15 とか、ナスダックも 1.2% ぐらい上昇してるんですが、今日ナイトに入っても 0.33 ですね、CFD ですけど、上がってきていて、肝の4200ポイントに4181まで21時22分現在来てますから、今日はそんなに大きく上昇しなくてもですね、こんな感じで、昨日少し戻した分をまた今日下落で、帳消しにするみたいなことがなければ、日経平均はね、今、戻ってきていて、3万1000円をキープするという状況でいけそうなので、ニューヨークが2日連続陽線になればね、ちょっと下げ止まりの安心感が出るかなと。ただ前回は、下髭つけて、2日連続陽線からのまたドスンでしたから、まだまだね、はい。これが FOMC でドスンという、可能性は全然あると思います。ですから、一旦目先ね、下げ止まってるんですが、FRB じゃなくて FOMC で、また上に行けるか、下がるかは、記者会見次第ということだと思うんで、チャート上はね、一旦今日ここ、陽線で引けてくれれば、なんとか踏みとどまったかなと。いう感じですね。はい。ということで、ニューヨークも今のところなんとか踏ん張ってくれていて、日本も日銀通貨で、一応緩和ですから、売られたやつの今ちょっとショートカバーも含めて、3万1000円はやっぱり、キープできるんじゃないかなムードが出つつあるので、明日の FOMC までは少し落ち着くんじゃないかなと、金利がね、また少し上昇みたいな流れにならなければ。はい。で、日本は長期中期下落です。短期は日銀の通貨で、買い戻しの流れですね。トリプルクロスからも今のところ反転ロングの形になっています。はい。で、日経平均は懸念された 200EMA と11月4日の安値。ここは割らなかったんですね。はい。ですから否定をしたことで戻り反発シナリオです。ただし、戻った先は私は 31,500 円水準ぐらいまでだろうと、一旦はね、そんな風に考えています。ドル円は151円が時間の問題のような展開になってきています。はい。円安圧力がね、今回の最重軟化を受けて、高まってきてますが、はい。なので、これは先物高期待なんですが、介入も意識されるので、これが実際介入がサイレントであるか、もしくはちょっと動いた時にアルゴがそれをね、介入かと勘違いして、売りが売りを呼んでみたいな形になると、急激に円高に触れて、今度は先物が急落する可能性もあって、なかなか判断が今難しい状況には来てると思います。一方、アメリカは今日も前日比プラスなら下げ止まりの期待が出るんじゃないか。4200奪還できたら少し安心感が出ます。金利も少し落ち着いてきました。VIXも今のところね、ちょっとね、ムーブがまだそんなに下がってきていないので、ここ少し懸念ね、ムーブっていうのは債券の恐怖指数ですけどね、ここあんまり落ちてきてないので、まだ警戒があるのかなという気はしますが、まあこれはもう FOMC 前ですから、そういう意味もあるのかなと。で、一方で VIX は素直に下落してきているので、まあ、このあたりを含めると、ニューヨーク一旦今日止まってくれれば、まあ、少しね、日経平均も3万1000円を底根に落ち着いてくれるんじゃないかな。まあ、そんな感じで見ています。はい、ここからはオプションの手口ですね。まずは海外勢合算ですけれども、まず、コールは3万1000円が602枚の売り越しになりました。若干の買い越しから土点の売りですね。はい。で、プットの方は、やや買い越しで、下の方がちょっと買い戻しされた程度で、あんまり何かポジション、下の方には入っていません。で、残高で見ると、3万1000円がコール売りのプット買いに変わってきていて、まあ、3万1000円よりも下なんですが、一方で、昨日3万500にはコール買いも少し入ってるので、下は3万500円以上、3万1000円以下のポジション。で、今、ATM はこの3万1000円を少し抜けてきているんですが、とはいえですね、上は3万1500円にプット売りがあるんですけど、その下プット買いですから、まあ、ですね、そうですね、3万1000円を軸に、上500、下500ぐらいのところで、今3万1000円に戻ってきたという状況かなというパターンで見ています。まだね、上の方はちょっと距離があるし、下は下で、コール買いのプット売りが3万500にあったりして、そこまで下をね、突っ込むような今、残高ベースで見えている範囲では、下は3万500円よりもなさそうな状況。で、確かにチャート見ていただいたら、10月4日の安値で4回止まってますからね。なので、下はそんなにオプションの手口からも、3万500以下はなさそう。でも、上もそんなになさそう。3万1500円ぐらいまで。ちょうどこれ25日ぐらいですけどね。まあ、そんなところで見ています。はい、次にゴールドマンです。ゴールドマン、今日はコールは触らず、プットは、3万円という、まあちょっと下の方を800枚売ってきました。昨日250枚買って下のケアをしたかと思えたんですが、今日土点で800枚売って、売り値が423枚にしてきています。まあコール売りが3万500円に200枚あるものの、下は下で3万円に今度423枚のプット売りという状況ですから、まあ全体的にはプット売りと、まあここコール売りぐらいなんですけれども、そうですね。はい。まあ、ここがあるんですが、3万1000円、まあ、ここね、3万1000円近辺が、ややコール買いのプット売りということなので、まあ、この辺の全体のバランス見ると、3万1000円よりも上で、まあ、いいかなという感じですね。この辺プット売りがあるんで。はい。ということで、まあ、3万1000円よりも上は、あとゴールドマン、ここがどれだけ残ってるかにもよりますけれども、上は上でね、上がれば上がるほどいいポジションを持っている、まあ、状況でもあるので、はい。あ、ちょっとこれ、もしかしたらこの10枚間違ってる、ミスコピーかな？ちょっとチェックしときますね。これなんか違う気もしますが、まあ、いずれにしても 32,250 と 32,500 のコール買いはまあずっと残ってて、これはもう全然わかんない状態ですが、いずれにしてもね、この辺のポジションは、まあ、プット売りの方がちょっと多いので、まあまあね、31,000 よりも上ぐらいの状況かなと思います。はい、次にアムロです。アムロは今日はコール売りのプット買いと。まあ、プットは下の方3万円のプットですけれども、という状況なので、デルタはマイナスに調整している感じですね。で、コールサイドは3万1000円を462枚売り乗せ。で、これで、コール売りのプット買いでかなり枚数が入ってきましたから、3万1000円よりも下を強めています。ただ今 ATM ちょっと上に抜けてきちゃってますけどね。で、プットサイドは3万500円近辺を少し、プット買いを決済したりなんなりして、まあそんなに枚数が出てませんが、3万円のプット、昨日669枚売ったんですが、また今日921枚買い乗せして585枚の買い長という状況になってきています。ということなので、3万1000円以下、まあ3万500円のコール買いもあって、ここはね、ちょっと、まあデビットというか、ここだけで見ると、少し上の方の調整入ってるんですけど、下から見たときにね。ただ、3万1000円のところでコール買いのプット、コール売りのプット買い、この辺全部コール売りでプット買い。で、下もこの辺が少しバランス取ってるとはいえ、第1とは言わないけれども、まあ、デビットにクレジットかデビットかって言われると微妙ですが、まあまあでも上に行っても下に行っても等倍ぐらいのところに入っているので、3万1000円よりは下、ただ3万500円にコール買いがあったりもするので、3万500円から3万1000円ぐらいの間かなと、3万750も400枚の売りあるので、3万500円からちょっと上ぐらいっていうのを、今のところ見ているのかなという気がしなくもないですが、はい、3万1000近辺ぐらいで今ちょっと見てるんでしょうね。いずれにしても、コールもプットも、売りの方が多い状況はまだ変わってないかなと思います。はい、最後は先物です。今日は日経平均がプラスの 0.53% で、トピックスがプラスの 1.01% だったんですが、先物ベースでは売り越しになっています。まず、ラージプラスミニが653枚の売り越しですが、トピックスの先物が3770枚売られて、4423枚になってます。そして先に木先まで入れると、5105枚なんで、3月切りがさらに700枚ぐらい売られてるということで、結構今日、日銀通貨で、反転上昇したんですが、先物海外勢結構売ってきてます。ちょっと現物を買って先物を売ったっていうパターンかもしれないので、ここは注意が必要だと思いますが、少し注目はですね、ちょっとゴールドマンですね。昨日1183枚買い戻してきたんですが、今日一気に3500枚買い越した後に、ナイトでしっかりと上昇してきています。もしかしたら11月1日付の今日の夜のナイトも先物から、買い越しをしているかもしれませんが、もともとね、2万枚ちょっとの売り越しなんですが、ここに来て、日銀の直前から買い越してと、これ、一旦下に振ってから一気に上にっていうパターンをね、少し、最初予測して、ただ、その割には下げが大きかったなという状況ではあるんですが、ここに来て、ゴールドマン急激に買い戻しをしているので、明日以降もゴールドマンの先物の買い越しというか、買い戻しが進むようであれば、少し SQ に向けてね、もう一段 31,500 円を、もしかしたら上に抜けていくような展開まで突き上げるかもしれない。そのあたりちょっと踏まえて先物を見ておいた方がいいかもしれませんが、ただ全体的にはまだ海外勢、売り越しと、今日株価戻ってるんですけど、結構売ってますからね。このあたり、明日以降、FOMC 過ぎてから、ちょっと戻って、で、また結局3万1000円を割れて3万500円のところまで押し返されるのかどうかっていうところは少しね、先物の動向も見ながら判断したいかなとは思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。一応ですね、晴れのマークがちょっと大きくなりました。はい、3万500円で4回止まって、まだチャート上はね、中長期下向きなんですけど、短期、今のところトリプルクロスもロング、ド短期というか、目先一旦反発25日までというシナリオで、今私は少しコールデビットとか、ちょっとね、カバードコールは昨日の日経のリークで決済させられちゃったので、今本当に悔しい思いしてますが、ただコールデビット持ってるので、ちょっとね、上は上で追いかけながら、止まったところで、12月切りのコールを売ったりとか、ちょっと考えていこうかなと思っています。はい、ということで今日の動画も役に立ったぞ、そしてこのチャンネル応援してもいいよという方は、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。